座学みたいなことをですね、少しさせていただきます。今、天からがですね、先ほど言いましたように、かなり人気が出てまいりまして、やはり手軽にですね、釣りができると。でしかも、面白いと。場合によっては、結構釣れると。そういう時はね、ほとんどないんですが、ほどほどに今、時々釣れるということで、そういうところがね、人気の秘密だろうと思います。ところがあるんですけども、展開やるとですね、あんまりお金がかからないんですよね。これを使います。これも、ですね、非常に値段が安くてですね、150メートルで1000円ぐらいですね。150メーター使おうと思ったら一生かかっても使えないです。もうそれぐらいの細いのを使います。もうこんな細いです。これですね。本当にこれ、もうプライベートでやるときね、本当に釣りたいと思ったときは、もうこういう細いので、ほとんどそのお釣りというのはなしでやるよ、そういうふうに使い分けをいろいろするということです。毛針なんですけども、毛針もですね、実は、フライの考え方とだいぶ違うんですね。天からの場合は、で基本的に、天からの場合はですね、毛針は色も形も関係ないというふうに考えています。おそらくそれは正しいと思っています。色も形も関係ない、だいたい12番から14番サイズ、それぐらいで針を使えば、食ってくる。色も形も関係ない。そういうです。ですから、もう本当に関係ないんですよということをですね、示すのに、こういう100均のですね、ビーズがあります。これビーズ3つつなげただけですよ。これビーズですよ。100均で、じゃあ300個か400個ってですね、100円で。それをビーズでこうやっただけです。もちろん。どうぞここにありますから持ってってください。これなんだったらこれで釣れたらやっぱりそうなんだと思うでしょう。ここにあります。どうぞ持ってってください。針持ってってください。この辺にもあります。これ何でもいいです。こんなので釣れるの？釣れるんですね。こういうのはですね、メスが釣れてきますね。やっぱりビーズ好きなんですね。この辺はビーズ1個付きです。1個付きもあるし、2個付きもあるし、こんなのすぐ負けちゃいます。はい、ビーズで、そうですね、巻くともう本当に早いですね。巻きませんので。どうぞ、持ってってください。どうしてもですね、この竿を、竿先を痛めてしまうんですよ。それだけは本当に気をつけていただきたいんですよ。それで、こういうふうに、まず脇の下に抱えると、バランスが、両手使いますから、脇の下に抱える。そして竿先をこう出すんですが、この時ですね、これをリリアンと呼んでます。リリアン、これだけを出すようにします。こういう風にしてやらない。これはすぐ折れます。引き取る。ですからちょっと中へ入れて、これリリアンだけが外に出るように。これはやらない。だからこうやって一本出して、これもやらない。危ないです。ですからこうやって。で今はですね、ここに土輪ができてますね、雨が降ってます。降ってきました。竿がきついと全部固着します。で、ね、これここを少し雨が降ってるか、降ってきたら緩めにしておいてください。あるいは片手でこうやって、こうやっておいて片手を開ける。絶対削らない。これ大丈夫です。ベルトです。ベルトはですね、必ずしてください。そしたらですね、できるだけきつく締めます。ぎゅーっと締めてください。ぐっ。これ飾りじゃないんですよ。飾りではない。で、これは水が入らないようにこうやって止めてるんです。これが緩いと、もし転倒して深いところに入る、深いところで転倒したら、この中で水がザーッと全部入ります。もうこれは命を失うことになります。これは飾りではないので、必ずギュッとしよう、すぐしよう。これは気をつけてください。
ットを用意させていただきました。私が作ってるのもあるし、こういうキャップの類ですね、こういうのは私の方でちょっと作ってます。皆さんにはプレゼントという、もちろんこれはプレゼントですから持っててください。サインが欲しい人はサインします。サインが1万円します、ね